おはようございます。ディレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。これ200回のまとめ動画みたいなの作ってる時に思ってたんですけど、やっぱね、まとめるとこはなんか絶叫してるとこが多いんですよ。なんか、見どころはやっぱりその絶叫してるとこなんですけど、絶叫すれば何でも面白いと思ってるやついるんですよね、世の中ね。あーとか鳥みてえな声出してると思ったしさ。過去の動画にあるんですよ。鳥みてえな声出してるやつとかさ。絶叫すれば何でも面白いと思っとんのかな。それ底辺の YouTuber がやることなんですよね。できればちゃんとね、状況を把握しないとダメなんですけど。声出しは面白いって思った。どの時代の実況だ。昔はそういう実況者いっぱいいたけど、今の実況者ね、あんまそういうやつ、鳥みたいな声出すやついないっすよ。今回はですね、まあ、前回使用した伝説の勇者、リターンズです。ちょっとやりたかったことがあるんですよ。この前なんかダークドレムに負けてなんかナイトリッチたち倒したっていうね、なんかよくわかんねえ歴史持ってますけど、今回はこいつを使います。そして挑むのはゾーマ。誰もがやった原作再現ですね、これ、もはや。これをやりたかったんですよ、前回の動画で。尺足んなかったんだよね。さあ、伝説の勇者、単身でゾーマの城にやってきた。オルテガと同じ道たどってんだよな。父と同じ道たどらないほしい、仲間ちゃんと連れてこいよって話なんですけどね、僕からすりゃ。さあ、行くぜ、いざ伝説の勇者がロトの剣技を振りかざす。いざ、父の仇を打ちに行く。あ、いいね。やっぱ打撃弱点だから通るね。まあ、勇者の解説は前回したと思うんで大丈夫だと思うんですけど、気をつけていきたいのは、ゾーマっていうのは呪文型の魔王ですけども、その呪文型の暗黒属性、これですよ、これ。これがまずいのよ。これね、暗黒入ってるからめっちゃ食らうんじゃないから大丈夫かな。これ場合によってはマジック割りはしないとダメだよ。どうする、どのくらい、いや、え、あ、え、あ、え、どういうことこりゃ。なんだこりゃ。ダメだこりゃ。あ、ダメだこりゃ。え、1600? 嘘でしょ。え、ちょ、待って。え、待って。成立するのかこのゲーム。待って。食らいすぎじゃないそれは。あー、よかった。マヒャドはラッキーって。ねえ、これ成立するこのゲーム。大丈夫。え、あれ、こんな食らうの。暗黒属性入ってるんで弱点取られる。お前、え、スーパーですか。あ、いいね、ロトの剣技で。え、どうしよう。3ターン目つばせ出してさ、凍結カードを誘発する。でも無理だよ、そんな。マヒャド、凍結カードのタクでしょ。え、どうするこれ。お互いすごい打点の取り合いなのはわかるけど、もう、何、もう俺鳥の声出すよ。俺もう鳥の声みたいなの出す用意できてるよ。鳥みたいな声出すよ、俺。このままじゃ。大丈夫かな。いや、どうすんのこれ。打点は取れたけどさ、メラゾマで背のったくて成立しないでしょ。一応勝ち筋といえばサイコキャノンなんですよ。サイコキャノンならそんなに食らわないじゃないか。大丈夫、俺鳥みたいな声出すよ。耐えろ、勇者耐えれるんちゃうか。おぉ、うわ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 、日本の未来は、もう日本の未来はないよ。アリアハンの未来、イテツカード来いよ。あー、待て、イテツカードの択じゃん。ここマヘドとイテツカードの択だよ、お前。ちょっと待って、もう俺、待て、耐えるんちゃうか。なんか耐えるんちゃうか。あー、ゾーマに教えておくことがあるんですよ。この時代のね、オルテガは確かにね、キングヘドの戦いで力つきました。はい。この時代の勇者知ってるか、やられてもリルムダールの教科に帰ってくんだぜ。おい、サイコキャノンで来いよ。おい、来た、サイコキャノン来たよ。これラッキーじゃない、これならそんな食らわないよ。麻痺怖いけど。あ、630全然食らわないね。お、メラゾーマ引かないのはでかいよ、ここで。ゾーマがメラゾーマを選ばないなんて。お前分かってるね、動画のこと。さあ、メラゾーマを回避したんで、これ以降ね、メラゾーマはこいつ打たないです、1P プレイだ。このゾーマ 1P プレイだとね、1ターン目の択にしかメラゾーマを打たないんで、一番打点を取られてた、それは食らわないってことになりますね。さあ、こっからですよ。一回外す。単発がでかすぎるからね、おお、マヒャドから入ってくるのはラッキーと見よう。で、次、ジゴスパークと最高ゲーなんで、まだ大丈夫だと思います。まあ、マヒャドの暗い、てか、ジゴスパーク最高ゲーが多いんですよ、こいつって。3ターン目、5ターン目がジゴスパーク最高ゲーだから、
どっちも今900ぐらいだったから1000はいかないんだよね。メラゾーマン来なかったら願いよ。勇者行け。リルムダールの許可から私は戻ってきたんだぜ。頑張れ、リムダウンから戻ってきたんや。ゾーマもびっくりしたで、あれ帰ってきたあれ先ほど倒した勇者が、なぜ帰ってきた。おい、ナイスー、いいよ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 、これ勝てるかもしれんぞ、本当に。お、勇者勝てるかもしれん、本当に、お前。え、神回誕生か。あ、さっきのラッキーだけど、ガードしよう。せめてガードとかできるでしょ、勇者の盾だよ。あ、そーお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 ー、え、お、え、本当にあるんじゃないか、これ。次でもつばぜり合いしないとダメだな。次つばぜり合いして5ターン目にちょっと削りのとどめかな。一応そういう感じになるよね。いいけ、いいよいいよいいよ、ここつばぜり合いしようか。凍てつカードを押さえると負け筋なんですよ、このターンに。なんでここはつばぜり合いで勝っておいた方がいい。頼むぜ勇者、お前単身だからもう周りが攻撃できないんだよな。そうなんだよ、周りにとどまっててねえんだもん、連れてこいよ。よかった、ここで負けんのかと思ったら大丈夫と。ゾウさんありがとう、ゾウさんありがとう。このターンはだってジオスパークが最強のタクでしょ。勇者が削れば勝ちだよ。おこれ勇者がちゃんとロトの元気を2発当てたらとどめ圏内だわ。え、勝てるか、いけるぞ。いや、俺かしいける。ほいはい、オッケー、いいよ、あと一発頼む、勇者勇者、いいぞいいぞいいぞ、やったぞお前、勝ってる。なかなか筐体で見ないことしたなお前やったー、正義のイカチをその手に受けてオルテガの仇を撃て。いけ勇者、ギガブレイク、いけー、やった勝ったー。メラゾーは引かなかっただけで勝ちかよなんじゃこのゲーム、最近のガードしもでかかったね。よし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 、やったなやった、父の仇取った2回目で。この世界にはですね、ゾーマも蘇るとゾーマも2回目の挑戦です。12500、さすがに使わないとダメだよ勇者、お前が持ってて使わなかったらただの、それはもうね、縛りプレイだよ。さあ始まりましたよ。まあ1回目光の玉からまあ入ります、とりあえず。そうしないと話が進みませんで、ちょっとつばぜり合いのターンがね、これね、1ターン目にやっていいんじゃないかなって思ってます、個人的に。緑でいかないといけないっていう、あまりなリスクはあるんだけど、とりあえずこれね、1ターン目の挙動的にマヒャドと死者の呼び声でしょ。いや、それはちょっと、これでいきましょう。1ターン目からもうぶつかります。緑なんだよな、だら。緑で行くしかないってことで。いやー、いけるかな、これ。向こう黄色なんでしょ、黄色か赤だろ、下手すりゃ。行くしかないでしょう。行きます。勇者頼む。お前がゾーマの野望を打ち砕け。よっしゃ、おお、おつなげる。つないだ。いける。え、いけるんじゃないか、本当にこれ。あとはもうだって、今2、3はね、凍てつカードの可能性あるよ、こいつ。でも凍てつカードも若干負け筋になるんだよな。でも4、5には凍てつカードないから、そこまでちゃんと耐えておけばちゃんとダメージ取れると思う。頑張ってくれ勇者、いけるぞ。よっしゃ行け、伝説の勇者にいざ、ゾーマ倒せ。いいぞいいぞ、いや本当にあるんじゃないか。あ、しかも凍てつか、これあるんじゃないか。だから向こうととどめる刺激つばせりの可能性もあんのか、この凍てつカードの頻度だと。それもありえるな。で、気をつけたいのが4ターン目なんですよね。死者の呼び声とマヒャドがまたあるんで、どっちも食らうんだよな。だから死者の呼び声の場合はワンチャンガードまであるから、でまだスペシャルカード使ってないよ、それもでかいですね。だから4ターン目とかにルビスの守りとかすんのもいいんかもしんない。打点は取れてるから。破滅の炎か、これガードもワンチャンあるよ、ガードワンチャン。ナイスワード、あるか、これ勇者
でも待って待って、向こうの勇気のたまにが恐ろしいな。マヒャド、いやマヒャド、ここで来るか。でも次、でも最下位で始まるのか。どっくない？うわ、べっ！いや、これは食らうな。いや、でも打点的にギリギリなんですよね、これ。これ5ターン目削りきれなかった場合がやばいぞ。難しい判断です、これ非常に。ちょっと待って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 、やべえ、俺としたことがだいぶカチャカチャやっちまった。で、5ターン目はサイコケなのか破滅の炎。ここはミラクルソード、いい打点出るな、やっぱミラクルソード。300出るもんな、こいつやったら。で、1300。さあ、ロトの元気一発か、はめ、あの、デインブレイク。最高の、ま、これ、ま、ヒッター負けだ。でも、これ、ま、ヒッター負けだぞ。大丈夫か、大丈夫か、あ、あ、え、ワンチャンあるか、これ、とどめの一撃、ズバズレにかかってる。え、これ、待って待って待って、これ、神回誕生では、もしかして、勝てばね。勝てば神回誕生だぞ。行くしかねえな。とどめの一撃、ズバズレです、これは。最終ターン。お互いの勇気が溜まって、心臓も伝説の人を倒せるか否か、最後の飛ばせるやですよ、これは。いや、一旦目飛ばせるとギリギリなんだな。やるしかねえな。頼むわ。だあ、やるしかねえな、二回目の飛ばせる。というか、三回目だな、今日でな。この短い期間に三回だ。行くぜ、勇者、勇者、俺手から血を引け、俺が導いてやる。行くぜー、つまずれ、200回を超えた男のつまずれだ。とどめの一撃つまずれ、負けぬるかー。あーあーあーあうそやん、うそやん、つまずれ負けよった。おいおい、うそやろ。爪切ってない、今日爪切ってないからかな。ちょっと爪がね、うまいことフィットしなかったんだよね。うーん、一番台無し、もう広い、一番台無し。これこれ、ね、視聴者がブワー盛り上がってね、ブワー下がってったよ。よーぞーま、ちょっと子孫連れてきたわ。よーぞーまよ、子孫連れてきましたよ、こっち。ちょっと、いよいよ、勝てないと悟って。いや、さっきは勝てたでしょ。ついでだ、勇者様、私がベホマズを唱えます。これチームの理由ってこれだけなんですよね。究極怪物も、新ベホマズ、行くぜ。いざ、二つの、もう、大いなる武器を。さあ、行け、ベビダンたち、これがベホマズの捉え方、わかった？わかった？お前らベホマズの捉える？うん、よし、おい、ちょっと待って、それは違うんじゃないかーい。え？おーい、え、成功したよ。なかなか、ちょっと待って。今のなかなか成功しないよ、言っとくけど。待って待って。ベホマズ成功した。今貴重なシーンですよ。今見ました、貴重なシーンですよ、結構。なかなかこれ成功しないよ。マジかよ。さあゾウマよ、私たちは仲間を連れてきた。おいおい、今まで、さっきの敗戦はね、つばぜのせいじゃないよ、仲間がいなかったからだよ。まず光の玉をします。さすがにまず光の玉をしてからですよ。さあ、こっからなんですよね。このね、何が怖いかって、やっぱ死者の呼び声とか特技方面があるんで、風のマントで防いでたりしちゃうんですよ。結構ね、心臓マとは僕はね、因縁がありまして。まあ、死者の呼び声とか怖いんで、ここを風のマントで防いだりしてたのは結構してたけど、風マンワンチャンあるか、やってみます。破滅の炎とか、死者の呼び声は風のマントで防げます。ただ、マヒャドが来るとしょんぼりって感じですね。だからちょっとね、確実ではない。そう。行動ばらけるからね。さあ、こっからですよ。いざ、子孫たちがいざ、ゾーマの、父の仇を取りに来た。いや、父は生きている。父と隣にいるけど。
特技来いよ。おーい、ノー、特技引いてくれよ、そこは。うわ、辛いな。もう開幕からマヘドか。きついな。辛い開幕から。さあ。あ、特技。一発下げたら、まあまあ、上々って感じですかね。まあ、一応は。オッケー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 。さあ、二ターン目どうしようかな。二ターン目も死者の呼び声あったりするんで、あの、四ターン目は確定の凍結稼働ターンもあるんで、そのあたりをうまく活かしていきたいけどね。そう、だから、どっちかというと、あの、気をつけていきたいのは、2ターン目から5ターン目に、もちろん、凍結稼働が必ずあるんですよ。おい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 、それは通らんて。爆裂じゃないんだよ。多分通らんで。はい、ドン。でしょうな。さ、悪伝ビビタンってもう、なんだ、あの、どっちかというと、ただのフレーバーに近い。デフォーマーズを打つためだけに来たフレーバーのイメージがすごいんですよ、正直。そんなこと言ってないであげてよ。そんなこと言わないであげてよ。さあ、死者の呼び声が、ダメージも食らうし、負け筋になってくるんで、ここでね、つばぜりの時に、どっちが行く？オッケー！君が行くのはでかい。勇者が行っちゃうともうさ、火力源が下がるからね。どっち？黄色？赤？これ黄色っぽいね。あ、黄色だね。さあ、さっきみたいに行けるかどうか。さっきみたいに、もうつばぜり負けねえぞ、言ったけど。よっしゃ、行くぜー。子孫よ、いざ、行かん！いっけー！お父さん見ててくれ、これが私のつばぜり合いなんだ。オッケー。普通勝てるんですけどね。さっきなんであんなに強かったんですか。え、てかさ、普通勝てるんだけど、なんでさっき負けたのかが俺にも理解できない。さあ、ベホマズンです。行きましょう。捕らえられるかい、一人で。無理だよね。とりあえずフォークでも投げとく。はい、ジョン。でしょうね。弱はマジか。レインブレイクしちゃう。当ててくれよ。オッケー、いいよ。かっこいい！いいよ。3ターン目は、いて、3ターン目は、3ターン目、ワンチャン応援とかもありだけど、どうだろう。いや、さすがに応援はしなくていいか。さすがにちょっと応援、博打すぎるか。4ターン目もいてつ稼働はあるけど、死者の呼び声が怖いんだよな、4ターン目の場合。さあ、魔界の豪華から入ってくる。なるほどね。これガードとか避けるは欲しいな。お、いいね！え、悪念避けてるんだけど。悪伝避けてんだけど。悪伝どうした悪伝いけ、先行の王者の一戦。いけ、はい、おい、いいよ。トミケンナ行った。トミケンナ行ってるよ。仲間がいる。今の俺たちには仲間がいるんだ。いけるぞ。勇者よ、君は一人じゃない。僕たちいう仲間がいるじゃないか。んー、でもこの仲間たち弱えんだ。この仲間たちちょっと弱えんだわ。破滅の炎。どうだね、うわー、うやっべーこれ。いや、どうするの、どうしよう。死者の呼び声とマヘドでしょ。いや、ワンチャンこれ賢者の石いけない、賢者の石でいけるかも。次の4ターン目は凍てつく波動の後に、まあ後とか先か分かんないけど、凍てつく波動確定で来るんだよね。だからナイス、これワンチャン削りきるのいける。ただちょっと安定取ってた方がいい。賢者の石でちょっと回復してた方がいい。多分死者の呼び声、マヘドはどっち来ても2000は削りやんと思う。1900はちょっとデッドライン近いんで、確保しときましょう。ミラクルソードでもよかったけどな。さあ、これをいい競り合いになってるよ。なるほどね、いいよ。そっちの方が打点出るってか、君は。いけ、ベビタン。お前いける。いいよ、意外と出んだな、こいつ。さあ、このまま走れるか。雷鳴拳に行くの。まあまあまあ、当ててくれ。あー、こんなもんか。さあ、勇者。デインブレイクを打つ。なるほど。やばいな、これ。凍てつく波動でもう、やべえ、呼び声からの凍てつく波動じゃん。ってことは、これ。ってことは、これね、多分ね、とどめ打てないっす。とどめは打てないと見て、うわ、やば。とどめは打てないと見て、次のターンに走るしかないわ、誰かが。あ、勇者狙ってくんな。お、いいね。その受けでかいんじゃない、凍てつく波動だよね。さあ、どうする。ただ、一応1500あるんで、デッドラインは結構遠めです。さあ。あとはみんなが走れるかにかかってるかな。さあ、悪伝どっち選ぶ、ここで口出し。オッケーオッケーオッケー。はい、オッケー。たまたまないね。
たまんない、頼む、走ってくれみんな。いや、誰か、これでいけないか、ワンチャン。あ、ちょっと待って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 、おーい、ヒヤヒヤさせてくんじゃねえか、このゲームな。ヒヤヒヤさせてくれるじゃねえか、このゲームな。おい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、え、あ、え、死ぬの、俺たちここで破れるのか。あー、わー、よっしゃー、いけ、みんな、ラストだ、決めろ。まさかゾーマ走って、ゾーマが走ってきてどうすんだよ、行くぜ。これが俺たちの究極回復呪文、シン・デフォーマーズ、いざ、はい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 、あ、509、足んない。ちょ、こっち来い、これが魔法の教えるの、これ、ゾーマの教え、ちょ、魔法教えた、うん、そうそうそう、え、あ、ちょっと待って、おいおいおい、大丈夫か、成功するか、え、成功するのか、はい、成功しなーい。さあ、勇者が残り最後、とどめに行きましょう。いざ、これが、父の仇だー、やったー。これもこれですごいけどね。これもこれでさ、すごいけどね。てか俺これミラクルソードだ、負けてたな。ミラクルソードやっぱいらねえな。